目の前のプールに一頭のシャチがやってきます。早速ジャンプを披露するので大量の海水がかかる可能性があります。十分ご注意ください。豪快なジャンプ決まりました。今ジャンプを披露したシャチは名前をアースと言います。アースは現在14歳の若いオスのシャチです。トレーナーに魚をもらってよしよしと撫でてもらって褒めてもらっていますね。アースがもう一度ジャンプをします。お客様の目の前でジャンプを披露した際には大量の海水が飛んでいきますので、濡れては困るお客様は今のうちに上の方へとご移動ください。さあ、左奥のプールから今出発しました。あっという間にプールの深いところまで潜って左側です。もう一度ジャンプをしますよ。奥の方で2回目連続ジャンプ決まりました。今回の豪快トレーニングはアースが頑張ります。皆さん応援よろしくお願いします。たくさんの拍手ありがとうございます。ではアースの紹介が終わったところで、シャチとは一体どのような生き物なのか映像を使ってご紹介します。それでは大型画面をご覧ください。シャチは世界に約90種類生息しているクジラやイルカの仲間です。赤道付近の暖かい海から南極や北極といった冷たい海にまで世界中の海に生息しています。世界中ということで、もちろん日本の周りにも住んでいるんですよ。実はここ名古屋にもやってきたことがあります。こちらは2000年のニュースの映像ですが、この時名古屋港水族館の近くを流れる堀川を熱田神宮のあたりまで泳いでいったんです。ではそんなシャチたちは海では一体何を食べているのでしょうか。シャチは魚を食べます。またイルカも食べます。アシカやアザラシも食べますし、ラッコやペンギンまで食べるんですよ。時には自分たちよりも体の大きなクジラを群れで襲って食べたり、サメを食べてしまうシャチもいるんです。世界中の海に生息し、海のいろいろな生き物を食べてしまうシャチはまさに海の王者の名にふさわしい生き物です。さあ、再びトレーニングの様子を見ていきましょう。トレーナーは皆さんの目の前のプールでアースを呼んでいますが、今アースも目の前の到着しました。温かい拍手ありがとうございます。これからたくさん種目を披露してもらいましょう。まずはトレーナーの合図を見て胸びれを振っています。シャチの胸びれは丸い形が特徴です。あの丸い胸びれの中には、私たち人間と同じように5本の指の骨が入っているんですよ。胸びれはあのように器用に動かすことができて、泳ぐ時の方向転換やブレーキの役割を果たしています。続いては尾びれをご紹介しましょう。逆さまになって大きな尾びれ披露です。アースの尾びれの幅どれくらいあるか分かりますか。なんと現在2メートルもあるんです。この大きな尾びれを上下に振ることで泳ぐ時の推進力を得ています。今ご覧いただいたようにシャチの尾びれの裏側は白色、表側は黒色をしているんですよ。
ほど胸びれと尾びれをご紹介しましたが、シャチにはもう一つヒレがあるんです。もう一つは背中の後ろについている背びれ。今は少し見づらいですが、今水中の様子を映してもらいましたね。あちらが背びれです。シャチやイルカには3つのヒレがあるんですよ。続いてトレーナーから合図が出ると、深く息を吸ってプールへと潜り込み、深いところから助走を取って浅瀬に上陸です。大きな体がよくわかりますね。アースの体長は現在 5.9m もあります。ですがアースは14歳、まだまだ成長段階です。これからも大きくなりますので、アースの成長をぜひ楽しみにしてあげてくださいね。さあ、体の紹介が終わったところで、ここで世界中のシャチたちの針の様子を映像でご紹介します。それでは大型画面をご覧ください。こちらはカナダのジョンストン海峡です。はじめにシャチはさまざまな生き物を襲って食べているとご紹介しましたが、同じシャチが魚からクジラまで何でも食べているわけではありません。ここにはサケばかりを狙って食べるシャチが住んでいます。とってもグルメですよね。こちらはアルゼンチンのバルデス半島です。ここはアシカの仲間オタリアが子育てをすることで有名な場所です。ここに住むシャチは浜辺に乗り上げてオタリアの赤ちゃんを襲います。何度も練習してこの技術をマスターするそうです。こちらはアラスカです。ここは北極にほど近い場所ですが、夏にはコククジラの親子がたくさんやってきます。シャチが親から子供を引き離してしまいました。そして子供の息ができないように海の中へと沈めてしまいます。最後にこちらは南極のロス海です。氷の上でアザラシたちが休んでいます。ここに住むシャチたちは群れの仲間と協力してタイミングを合わせ大きな波を起こし、氷の上で休んでいるアザラシを海の中へと落として食べてしまいます。このようにシャチは世界各地でさまざまな餌の取り方を発達させてきました。手当たり次第に何でも食べるというわけではなく、私たち人間と同じように食文化のようなものを持っていたんですね。再びトレーニングに目を移していきましょう。アースとトレーナーは皆さんの目の前へと移動してきました。この後はアースのダイナミックな姿をご紹介します。ジャンプを披露した際にはお客様の方に大量の海水が飛んでいきます。濡れては困るお客様は今のうちに上の方へとご移動ください。早速ジャンプの合図が出ました。アースはトレーナーの近くでジャンプをします。お近くにお住まいのお客様、十分ご注意ください。勢いをつけて迫力のあるジャンプ決まりました。たくさんの拍手ありがとうございます。今のように体の側面から着水するジャンプは野生のシャチたちも行うことがあり、ブリーチと呼ばれているんですよ。今アースの顔がカメラに近くで映っていますが、白い丸い模様、鼻模様はアイパッチと呼ばれているんです。その少し前には目がついているんですよ。ぜひそんなところにも注目してみてくださいね。続いてもジャンプを披露します。トレーラーの近くにお住まいのお客様、十分ご注意ください。お客様の方に大量の海水
先ほどからアースはたくさん魚をもらっていますが、1日に80キロ近くととってもたくさんの魚を食べるんですよ。ちなみにもらっている魚はホッケやサバやニシンといった私たちにも馴染みの深い魚なんです。続いてもジャンプの合図が出ています。トレーナーの近くにお座りのお客様には大量の海水がかかります。深いところから左側でジャンプ。迫力のあるジャンプが決まりましたが、今トレーナーから出ていた合図は背中側から着水するジャンプだったんですね。ですが今アースが披露したのはスピンジャンプ、空中で体をひねらせるジャンプでした。時々間違えてしまうこともあるんです。温かい目で見守ってあげてくださいね。さあ気を取り直して、続いてはどんな種目を披露してくれるでしょうか。皆さんの目の前で来るとアースの大きさがよくわかるのではないでしょうか。ジャンプの合図が出ました。先ほどアースが間違えてしまったジャンプ、続いてはうまく披露できるでしょうか。背中側から着水するジャンプです。深いところから勢いをつけて左側でジャンプ。どうやらまたまた間違えてしまったようですね。トレーナーからは背中側から着水するたくさん水しぶきの上がるジャンプの合図が出ていました。どうやら勘違いしているようですね。さあもう一度同じ合図を出しますよ。少し場所を移動して、さあ次は間違えずにジャンプ披露できるでしょうか。皆さん応援してあげてください。深く潜り込みました。大きな尾びれを上下に振って助走を取っています。大量の海水がかかりますので十分ご注意ください。またまたスピンジャンプを披露しちゃいましたね。ですが先ほど間違えて披露しているスピンジャンプもとってもダイナミックですよね。こんな重たい体を尾びれ一つの力で持ち上げてジャンプを披露しているんですよ。では気を取り直して、続いては連続ジャンプを披露します。このジャンプが最後となりそうです。ぜひご注目ください。大きな尾びれを上下に振ってあっという間に深いところまで到着しました。まずは奥の方で1回目のジャンプ。大きな体がよく見えますね。まだまだ続きますよ。続いては右側の方で2回目のジャンプです。順調に決まっています。真ん中あたりもジャンプ決まりました。どうやら3回目でやめてしまったようですね。連続ジャンプ披露しました。皆さん大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございます。さあ皆さんいかがでしたか。今回の公開トレーニングは時々間違えてしまう場面もありましたが、アースが精一杯たくさんの種目を披露しました。これからも成長していくアースにぜひまた会いに来てくださいね。たくさん魚をもらって最後は皆さんにご挨拶をします。
ご退場されますと、エスカレーターやエレベーターホール前、中央通路などでお客様が密集する可能性があります。しばらくお待ちいただくなど、分散してのご退場にご協力ください。また南館へ